侵入してきます。階段ができてる。よいしょ、よいしょ。今日の森は歩きやすいですね。テント村が見えてきました。秋田県の下田倉沼に来ております。今シーズン第4回目のワカサギ釣りとなります。周りはこんな感じです。では始めたいと思います。今日の釣り座はこんな感じですね。ランタンがちょっと真ん中じゃなくて左側にずれてしまいました。では始めます。餌付けも終わりましたのでそろそろ開始したいと思います。まあ9時9分ですね。ちょっと予定より遅かったかなって感じです。渋いですね。撮影すると釣れないんだよ。今日は厳しいですね。あまり暇なのでカフェオレを飲みます。よいしょ。いただきます。
桜サイズ。そう、かかってくれ。かかってくれたまえ。今度カメラに映るようになってきたね。カメラ構えるとなんか当たりがなくなっちゃうんだよね。かかったかな。小さいあたりを取っていくしかないみたいですね、今日は。久しぶりですね。左の方がかかるのか。止まりますね。止まってる。かかってました。カバー行くのも大変って感じですね。聞ける？今の合わせましたね。あ、おでんが温まったみたいです。食べていきます。おいしい。高いのは助かります。まあ、食べてる場合じゃないような気もしますが。渋いですね。今だいたい開始後の2時間経過したところで、初夏はこんな状況です。はい、渋いですね。外の様子はこんな感じですね。細かい雪が降ってます。
50匹ぐらいな。2束は釣りたいな。準備完了です。これから帰ります。お疲れ様でした。まだどうですか？え？いかがでしたか？200ちょっと。あ、やっぱり同じだ。でもね、どうすか？なんか。正月来た時は5センチぐらい前後だったけど、3センチから5センチぐらいじゃない。ちっちゃい。いや、びっくりした。じゃあどうもお疲れ様でした。待っててくれたカップだと。ただいま。到着。